よろしくお願いいたします。お願いします。すみません、先ほどのコメントで一つ訂正をさせていただきます。シャンドンはシャンパンと同じぶどう品種を使用してシャンパーニュ地方の伝統的なメトロトラディショナル製法で作り上げるシャンドンは生き生きとしたカジュアルでシックな味が魅力となっています。大変失礼いたしました。 さあお二人をお迎えしたところでいろいろとお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いします,ししますそれではまず武田信弘さんから一言お願いいたしますえ今日はですねお忙しい中お越しいただきましてありがとうございます、えー、2017年のえシャンドンの似合う男性と女性ということで2名に選ばれたってことですよねはいそういった光栄な気持ちで 今日は頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて菊地亜美さんお願い、はい、いたします、えっと。菊地亜美です。私本当にお酒を飲むことが大好きなので、このような PR イベントに出させていただけて光栄です。今日はよろしくお願いします。まずよろしくお願いいたします。ますさあ今回はあのこちらにシャンドン限定ボ,ボトルのデザインである花鳥風月をこう現代的に解釈し、シャンドンならではの新しいお花見の世界観表現しておりますが。 お二人真っ白の衣装を着ていただきましたけれどもデザインがちょうど映っているんですよね,ね華やかでこう力強い感じがあっていいですねなんか本当にあの春らしさをあのこんなね白い普通のワンピースに映るってすすすごいででよよねね綺麗このプロジェクションマッピングを通じて春の命の高鳴りをイメージしているということなんですけれどもいかがでしょう。 やっぱり4月ですからね会社も新しくなりますしこれからこう勢いのあるそういった気持ちになるんじゃないかなと思いますし花のように咲き続けていたいいいたなと思まますすは綺麗に生えております今回、お二人はお酒が大好きということでシャンドンのイベントにお越しいただいたんですけれども武田さん、スパークリングワイン普段飲まれまれすすかそうですね本当軽い感じですね、はい、やっぱ泡と一緒に飲みますね、うん、さという感じで。はい さんも私もやっぱりあの昔はその外で飲むことが多かったんですけど、今は結構そのお家でもスパークリングワインを一番最初に一番最初に飲んだりとかしますね。はい、そうですよね。はい、このスパークリングワインのシュワシュワっとした感じ、はい、やっぱりいいですよね。うん、あの普段からまお二人ともあの付き合いいろいろあると思いますけれども、あのどんなシチュエーションで どんんな方と楽しししまれたりしているんででょうかそうかそすねやっぱり現役の時はやっぱり試合終わった後、まあチームメイトだったりベルディジ時代のラモスさんだったりカズさんだったりとかやっぱそういうチームワークということでやっぱみんなと一緒にお酒を飲んで、まあ、先週はあのちょっと会社の社長さんたちと気の知れた仲間とホームパーティーで <laughs> 飲みました、はい、やっぱりこうワイワイとみんなで集まる時にはいいですよねでやっぱりその普段話せないことが話せたり。<laughs> そういうういい意味でではは盛りり上ががます、はい、吉さんはいかかしょうか私は友達の誕生日パーティーをあのお店でやったり家でやったりもするんですけどその時は必ず、まあ、スパークリングワインで乾杯したりとかで今回のボトルもすごい可愛いじゃないですかやっぱりいつも集まるのって女子会になるのでこういうかわいい見た目とかもやっぱり好きなので。 ちょっと友達にあの見せたいですね早く、はい、いいですよね、本当に女子的には気分がとても上がってしまいまいすよねこのスパークリングワイン、この季節に飲むとしたらどんなシチュエーションで飲むのがいいですかこれからはもうね、花見がありますし先週、僕も,あのもうスパークリングワインをやっていただいたんですけども。はい まあ先週はたまたまミッドタウンで、はい、はい。今目黒川が綺麗ですけども、友達と一緒にピンクなんで色がすごい綺麗で、それをライトに当てながら写真撮ったりしました。はい。<laughs> はい、確かにもうこのお花見の季節にはぴったりですよね,そうですね。だってお花見をその女子会でもまあ女性と行くと思うんですけど、あのこのね可愛いテンション上がるんだよね。ちゃんと持って行ったら、はい。 絶対にテンション上がりますしやっぱりそういう見た目とか景色その風景とかで結構気持ち上がるじゃないですかす、ね、だからこれはもう絶対持っていきます、私は、はい、でも本当にこのロゼのピンク色がお花見にピッタリですね、うん、女性が好きですからね <laughs>、はい、ピンクの色っていうの、ね、そしをプレゼントにもね、うん、グラス2つに割って、ねうん、スパークリングワインにしてたりすると本当に女性が喜ぶんで。はい ね本当にこの季節にぴったりの一本になっていますさあ,あの今回あのまお話お花見のお話も出てまいりましたけれども今回のお花見シャンドンの開催にちなんで、はい、今回はお二人に今年のお花見への気持ちを感じ一文字で書いてきていただいているんです、はい、さそれでは早速その文字を、えー、ご紹介をさせていただきたいと思いますさあまずはああ はいあ、そうですね。ボードにも綺麗に今お花が映っていますね。さあまずは今年のお花見への気持ち、武田さんから発表をお願いします。はい、それではどうぞ、はい。じゃあこちらですね。はい。つながりですけども、はい。はい、あ、つながるという感じですか。そうですね。やっぱりあのまあ時代的にもあまり人と人とのコミュニケーションがない中で、やっぱりこう花見だったり、スパークリングワインを通じていろんな人とこう出会ったり。 人間関係を僕も本当に若い時からまあピッチ内、ピッチ外でもピッチ外でお酒を飲む機会が多かったんですけども、まあ、そういった仲間っていうのはやっぱり引退した今も、まあ、先週はラモスさんが脳梗塞で退院してお会いしたりカズさんが試合で点、ね、取って後も連絡したりとかそういったやっぱりつながりっていうのがいまだにこう。 あの仲良くさせてもらっているんで、そういった意味ではあのお花見を通じていろんな人たちがこう人間関係を作るっていうのであのしました。はい、はい。ありがとうございます。なんかなんとも武田さんらしいエピソードというか感じだなというふうに感じましたけれどもさ、続いて菊田さんは,はいかがでしょうか。はいはい、私は味です。はい、お、味。はい。可愛い,いピンクの文字で味と書いていただきましたが、はい、あのー。 学生の頃とかは、うん、私あの目黒にある高校に通ってたんですけど目黒川沿いの桜とか見てなんか大人ってこういうところでお酒飲んでお花見しててやっぱ学生の頃とかはちょっとま作ってもサンドイッチとかでちょっとやってたんですけど、はい、なんか自分が思った以上に。あの 年を取るのが早くて,てみんな一緒なんですけど一緒なんですけどでもあもうこんな年かっていう26歳なんですけどね今思ってやっぱりあの大人な女性の年になったのでちょっとスパークリングワインとあとご飯も料理もその時よりかはやるようになったのでちょっとあの景色と合うこの味も楽しみたいなって思ってます。 なんともこう大人な味わいを楽しめるような、はいはい、うね。はい、あと、スパークリングワインあったら、そんなにご飯作らなくていいですよね。<laughs> あの、本当におつまみとかで、<laughs> やっぱ華やかだから。はい、いいかなと思います。うん、気分的な満足度もん。そうですね。かなりありますもんね。はいはい、さあ、あの、これだけ、このシャンドンロゼのお話をしていると、やっぱりどんな味わいなのか。 気になってしまう,う、ね、ところですよね、はい、それなの、えー、それですので、えー、今日はこちらに実際にシャンドンロゼをご用意させていただきましたのでお二人にぜひ味わっていただきたいと思います、はい、すごい綺麗なピンクですね、えー、こんな時間からすみません皆さん,んお仕事中なのに、ね、のちゃんと車置いてきましたんで <laughs>、はい、照明が当たると本当に綺麗ですよね、はい、す本当に綺麗ですね それではせっかくなのでお二人でグラスを合わせていただきたいと思いますので、はいはい、え乾杯の発声をさせていただきます。はい、さあ皆さんよろしいでしょうか。はい。はい、さあそれでは参りましょう。乾杯。はい、乾杯。乾杯さあグラスが合わさりました。とても春らしい綺麗な色のシャンドンロゼ。もうやっぱり。